にちは。集いの広場の上森です。森本です。お家でできるストレッチを小林弘香さんに紹介していただきます。疲れた体を伸ばしましょう。今から行う運動は体を思い通りに動かせることや柔軟性を高める内容となっています。周りに物がないことを確認してから行いましょう。では背中を丸めましょう。下ろします。もう一度丸めます。下ろします。猫のポーズ。そのまま前にアザラシのポーズ。後ろを向きましょう。反対です。転びます。横に転がりましょう。お尻を上げて自転車を漕ぎます。では次は座ります。では体側を伸ばしていきましょう。足をパタパタさせていきます。前に倒します。もう一度前に倒します。では後ろに転がります。最後は深呼吸。これで終わります。温まりましたね。集いの広場で会える日を楽しみにしています。